もう久しぶりな気がする。中目腫れてる。嘘。なんか確かに、なんかさ、なんだろう、あ、むくんでるのかもしれない。確かに目腫れてる。むくんでるかも。むくんでるかもしれない。むくんでるかな。そんな、アイライン引いてないからだ。アイライン引こう。なんかショールームってアイライン引かなくてもなんかそれなりにというか、なんか、あ、いい感じ。なんかさ、アイシャドウとかでショールームいける気するんだよね。ちょっとアイライン引いたら大事だね。まあペンシルなんだけど、ライブがあったからむくんでるのか。こんばんは。涙袋いつもより大きい。なんか描きすぎたかもしれない。クマ、それか。でもめちゃめちゃ描いてる。多分さ、顔むくん腫れてるかもしれない。腫れてるかも。腫れてるのかもしれませんね。クマ、前髪なんかさっき切った、なんか伸びてたから。お話が直接会えるの。なんか発表されました。リュウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。パフェ、パフェタワー、くまちゃんパフェタワー、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうございます。嬉しい。めちゃめちゃ可愛い、パフェタワー。嬉しい、ありがたわ、ありがたわです。本当に ありがとう、本当にありがとうね、りゅうさん。イエイイエイ。みゆちゃん、ありがとう。 I love you。 ありがとう、嬉しい。昨日レスくれて嬉しかった、ありがとう。そう、昨日、そう、特別公演ありがとうございました。すごいね、たくさんね、レスをね、できた気がする。たくさんレスしました。やっぱり第1回特別公演の時よりなんか余裕ができてた気がする、体力にも。本当、来てくださった方ありがとうございます。曲中のリス幸せだった、やった。
本当に楽しかったね。楽しかった。なんか今日丸いな。行きたすぎた。たくさんの方が来てくださって本当に最高の最高です。今年ね初のねライブだったよね。今年初のライブ楽しかった。あ、ゆずきちさん I love you。 くまちゃんありがとう。たくさんありがとう。嬉しい。ありがとうございます。たかひろたかさんありがとう。まっこいさんありがとう。超孤独ライナイミンのセリフパートめっちゃ好きです。嬉しい。そう、やっぱライオンはね盛り上がりますよね。てかなんか昨日さマホロバの時にさ、みんながお客さんがなんかパチパチいきなりしてびっくりしたびっくりした。筋肉痛にはなる。筋肉痛ですよでもね昨日はねそんなね第1回の時の特別公演の時よりそんな体力やばいとはならなかった。マホロバクラップ、そうすごいびっくりした何何と思ってクラップあゆみのうちは見えた見えた。うちはたくさん本当にありがとうございます。わ、まことさんありがとう。ラブありがとうございます。そうすごいね。うちは本当に見えました。うちは見つけてこうやってリス指差ししたんだけど見えてたかな。見えてたか。どういたしまして。ニャジャの曲最近好きになりました。お嬉しい。カトちゃんありがとう。アミタン久しぶりです。サイタン久しぶりです。元気。うちは作ってること本当にうちは嬉しかった。うちはめっちゃよく見えた。本当ね遠くのお客さんにもこうやってして嬉しかった。すごいレスだと本当にやっぱ余裕できるとレスできるよね。さあゆみさアイライン引かないとやっぱむくんだ顔になるんだよね。やっぱだからどんどんさメイク濃くなっていくんだよね。そうメイクを濃いって言われて薄くするとんなんか違うみたいな遠かったから全部10分当てのレッスンに見えたそう思ってください。あゆみの大リリすごいよかった。本当に本当に嬉しい。大リリ気づかないふりしてメイクさえ見好き。本当になんかメイク薄かったね。なんか誰ってなる。濃くしたら濃いって言われるし薄くしたらえなんか違うみたいななんなんて感じなんですけど面白いね。やっぱまだまだむくむ体質むくもう一生むくみ体質だね。トッシーハートありがとうございます。スイテストガール3人だった。そうスイテストガール3人だった。3人になっちゃったけどどうでしたかね。かわいいね。
そうだね、昨日は配信がなかったからね。配信がないかったから、配信あーそうだね、同じ世帯だったけど、アンコールパーカーをね着てたね。パーカーを着てライオンとかニャリーコルジョイとか、あとワラフラお披露しました。いつか5人バージョンみたいでね、いつかパーカーイケメンすぎた、かっこよくできてたかな。パーカーね、めっちゃね、肩がね、なんか片方のね、肩がこう落ちてきちゃって、踊ってたら。俺の位置からカーディガンに見えた。ああそっか、遠くから見たらカーディガンに見える。折れないの、生じゃまっちゃけど迫力あった、ありがとう。邪魔っちゃけど、邪魔っちゃけど難しいよ。あ、待った。そう、ずっとねこう落ちちゃってね、落ちてるのがかっこよかった。およかった。みんな同じサイズなのかね、多分同じサイズだよね。特別感お疲れ様でした。みんな歌もダンスも良かったですね。みんな本当にすごいよね、2公演素晴らしい。追加コインって楽しかった、本当に。本当ね、たくさんね、たくさんの方来てくださって、あ、誠さんありがとう。本当に楽しかった。なんか時間が過ぎるのが本当にあっという間だった。ちょっと体力ついたかもしれないなと思った、自分。PIC 迫力あった本当に。 PIC ね、PIC からの手遅れコーションいいよね、かっこいい系な。体力作りって何かしてる。でもなんかレッスンの時とかはマスクしたままやってるから、すごいね、息苦しくなる。なんか呼吸がもうほんとはってなるんだけど、それがなんか体力作りになってるのかな、なんか。体力つきそうな気がする、マスクしてやったほうが。まあちょっとね、それであんま激しくないのは危険なんだけど。マスクしたらやっぱね、苦しいよね。こんばんは、ファンのみんな体力心配、失敗してたから。そうだよね、本当に皆さん優しい。でもね、なんかね、いつもはね、なんかいつもはなんか結構ポニキュールっていうか、1回目の特別公演の時がイラついのなんか後半ぐらいで、ほんとしんどかったんだ、しんどくなっちゃってたんだけど、なんかね、全然ポニキュールあたりでも今回はね、しんどくならなくて。あ、いらないツインテールね。そうそうそう、そう、せつりがありまして、そうそういう、だいぶ
だいぶ自分体力ちょっとついたかもと思った。一番踊るのきついのどの曲？でもアイシルとか結構きついかも。なんかジャンプずっとする曲はね、結構体力やられる。メルちゃんありがとう。GQ ばりに何でも略しちゃうの好き。いやでも結構ね、みんなね、スタッフさんもメンバーも略してる。略するようになるよね。全部大変そうだった。体力すごい。そうだよね。なんかバラード系ってさ、次に会える時何話そうかなぐらいしかないからさ。全然きつそうに見えなかった。結構今回はきつくなかったかも。そこまで1回目の特別公演の時は本当に、あ、やばい、きついってなって、なんかちょっとこうクラッときちゃって、でも今回はそこまで。口ずさんだメロディーはやっぱ君って歌詞好きね。歌詞めっちゃいいよね。マイミは汗かかないか言うに、今回結構汗かいてたと思う。めちゃめちゃね、汗かいてました。本当にお疲れ様だ、ありがとう。本当にやっぱりたくさんのペンライトうちは嬉しかった。本当に嬉しかった、ありがとう。みんな汗かくとメイク落ちる。なんかメイクは落ちはしないけど、まあなんか汗って感じよね。汗、メイクは落ちないけど、結構塗ってたらメイクは落ちないと思うけど。何か体力対策してたの？なんかでもね、結構ケータリングのお弁当が本当に美味しくて、いっぱい食べたら、やっぱ食べるのって大事。食べていっぱい寝てね。前日結構寝れてたので、それもあるかも。めちゃめちゃ寝れてたわ。シェイシェイ。汗汗。お弁当なんかね、ローストビーフの弁当とかがあったり、本当に美味しかった。高級な感じの。ななこちゃん、アイラブユー、ありがとう、ありがとうございます。なんかそのローストビーフのお弁当がなんか何個かしかなくて、ちょっと早いもん勝ちみたいな感じだった。めっちゃ楽しかった。昨日ありがとう、お疲れ様、ありがとう。本当に楽しかったライブ、ちょっと久々のライブでしたね。勝ち取んな。他にもね、たくさんお弁当あったんですよ。でも「メルちゃんありがとう」「紫のペンライト」1回目の特別公演かな、行けなかったから。特別公演来てよかった、よかった、嬉しい。そうだよね、そういう方嬉しいですよね。
なんかでもお客さんの客席見たらなんかポツンと空いてるところとかってやっぱ来れなかったりしたのかしら。ななこちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛い。いつもよりほっぺむにむにしててかわいい。寝たまにね、むくんでますね今。そこまで見えるんだ、結構見えてる。ずっと見ちゃ見ちゃました。嬉しい、嬉しいけど恥ずかしい。諸事情手に入れなかった経過も。あ、なるほどね、そうだよね、よく見てる。そう、結構よく見てる、よーく見てますよ。めっちゃ見えますね客席本当に。なんかでもね、あゆみのねうちわ持ってくださってる方とかをね、こうずっとあゆみがね顔見というかじーっと見ててもね、違う子を見てたりする時がある目が合わない、悲しい。うちわって見えるのかな。見えるよ。よそ見言われてるのきついや視力良くて100点。でもね、そうだよね、いろんな子をさ見たいから。お疲れ様です、お疲れ様です。レスタイム最高だった。レスタイムってどこだろう。結構全体的にレスしてたか。1ヶ月でバレンタインですよ。バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン。なんかあゆみがね前にそのお客さんのね前に行った時はね、こうなんかスケッチブック、なんかこう紙にあなんかあゆみってこう書いてるんだけど、あゆみがちょっと離れるとゆうかちゃんに戻してこうゆうかちゃんみたいなあスケブなんかそういう方がいて面白かった。アコロネリコジュンスーパーレスタイム、スーパーレ、しっかりバレてるめっちゃバレバレ、面白いよね小器用に変えてめっちゃ見えてそうね、すごい。結構わかる、そう結構わかるよ器用やない、器用っていうのかな、なんていう。ライブお昼素敵だった、ありがとう。次はレースください。はい、売店のはずい。昨日は幸せ情報摂取ありがとうございました、ありがとうございます。楽しかった本当に。でもさ今はさ声出し禁止だよね、ライブ。レスよりもパフォーマンス大事。そうだよね、まあ。あ、紅茶レモンさんありがとうございます。くまちゃんパフェ。リュウさんに合わせてくまちゃんパフェをありがとう。ありがとうございます。本当に嬉しい。助かります。ありがとう。最高のライブありがとう。こちらこそ来てくださってね、たくさんの方が本当に頑張れる、嬉しい。みんなね遠いとこから来たよとか、なんか予定あったけどライブを優先してきたよって方もいると思うんですけど、本当に嬉しい。
ほらほら手なしもう心配なんだよなし。タコありがとう、まるさん、けんけんさん、ハートありがとう。さすがにレス全部回収しましたですね。ほんと今回やっぱさ2回目の特別公演松井加子だったからね、余裕ができていい感じだよね。ジャッジさん、はじめまして、はじめまして。ブラジルのその振り付け真似しやすくて楽しかったね。真似しやすいよね。ライオンはむずいかな。何の話してたっけな、何の話してたっけ、やばい、何の話してたっけ。ああそう、皆さんね、遠くから来たよって方とか、ね、本当に嬉しい、ありがたい。あゆみさんが他の方にレスしてるの見てニヤニヤしてたそれなんかおもろい。客席で大西ライオンの格好をしててもいいですか。大西ライオンって何、なんだ。スイーテスガールはスカート持ってた、そうそうそう、スイーテスガール今回は持ちました。1回目の時みんな持ってた、あゆみさん持ってなかったから、あ、持とうと思って持った。あー芸人さんの、なんだっけな、スイーテスガールでステージに出てってね、こうスタンバイするときになんか客席からこれスイーテスガールだよ、これスイーテスガールみたいな言ってる方の声が聞こえて面白かった。ついてすがるだよ、つかなと思ってるって思ったそう思った。客席の声聞こえるように聞こえた誰かが言ってた、これついてすがるだよ。あのついてすがるが始まる前ステージ真っ暗で、そう真っ暗でね、誰誰ってなってるようなところなんだけど、一回特別公演でやってるからね、そんな時セットリーだから、そう分かる方がね、これスイーテスガールスイーテスガール今度は5人でできるといいね。ほんとね、もうみんなでね5人でレッスンしてたんだよ、ほんと昔昔っていうか前、そんなに聞こえるの聞こえるそうだね、客席近かったね、確かに着席だったから近かったのかな。ほんと5人幻の水鉄からみたいな、昔なんかでも昔のように感じる。あでも特別公演って延期になったからね、結構前だよねレッスンしてて。5人でしたよ、いつかね、スイテスガール、スイテスガールも何回だ、結構3回ぐらい立ち位置変わって、歌わりも変わってって感じだから不思議だよね。今の歴史家とかいい、あいいね、3人はちょっと寂しい、3人やっぱ寂しい、見ててなんか少ないって感じなのかな昨日ひれるいたよ、
ありがとう。あいみんかわいいって隣の女性が言ってた。嬉しい。やっほーい。やったね。3人でもみんな存在感バッチリで素敵だった。ありがとう。ありがとうね。お、最高。奥さんありがとう。ありがとう。ライブも来てくれてありがとう。最高。ライブ最高。最高ですよ。スイテストはメイクが好きなエミっぽい曲だと思う。確かに、そう、歌詞すごい共感できる。私のことは私が分かってるから。初音ミクちゃん最高でした。嬉しい。どれが最高でしたかね。どんなところが。そう、自分のためにメイクしますよって。人のためとかじゃなく自分のためにメイクしますっていう曲だよね。でもね、なんかスイテスカ、スイテスカ、毎日違う色のメイクしてってあるけど、違う色のメイクを毎日するわけじゃないんだよね。結構この色を使うっていうのが決まってるタイプだから。そう、なんかなんか。一軍コスメ変わらない、変わらないよね。同じの使うよね。だよね、女の子ね。共感。みんな毎日メイクしたすぎて。でもね、そうだな、メイク、まあなんかショールームメイクとライブ用メイクと普通のお仕事用メイクと仕事メイクとプライベートメイク全然変わるかも。毎日メイク、なんか結構変えてるかも。そのパターンによってみたいな、分けてるかも。プライベートはまた仕事の時より全然、なんだろうな、今できない、仕事の時にできないメイクをしてるから。でもやっぱメイクちょっとお休みしたいなっていう時もあるので、リラックスしたいなって時はあんまり、なんか、あんましがっつりしないかな、メイクは。ショールーム1から10ならどれぐらい、どのぐらいだろうな。1から10、4ぐらいとか。プライベートメイク見てみたい。だよね。だよね。プライベートメイク。そうだな。見せたいな。プライベートメイク。地雷メイクとか見たい。だよね。だよね。見せたい。あゆみも。見せたいよ。ライブとかでしたいな、いつか。でもなんか濃くすればいいって問題じゃないのでね、メイクは。自分に合ったところ、足りないとこ足していらないとこ引いてって感じですよね。ツイッターの写真はプライベートないな。多分プライベート系は多分今のとこ多分載せれないかもな。プライベート系メイク、そう、インスタの時のメイク、そう、昔のね、あみのインスタの時のメイクがプライベートメイクだ。インスタしたいね。インスタしたい。
足りないとこなさ、足りないとこ、足りないとこ、いらないところしかないよ逆に。このイジョイチャンネルでメイク動画、まあそれは多分5年後とかかな何年後か、今は多分できない。髪の毛染めたい願望ありますか？ないんですよ、結構ないんですな。ないんです、ない。そんなに髪の毛になんか色にこだわってないかも。インスタとかでアミちゃんがバズってほしいです。ありがとう。インスタいつかしたいね。TikTok とか、黒髪女子が好き。あいみょん黒髪結構好きで、まあその人に似合ってる髪型なら何でも好きです。地雷メイクあんましませんか？なんか地雷より、なんだろう、ギャルよりなのかな。でもギャルだったらもっと濃いからな。ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとう。ケンケンさんタコありがとう。本当、ああ本当、レナよりギャル、そんなことない、そんなことない。あみちゃんとメイクの話したい、したいね、たくさんしたいね、したい。キッチンちょっとびっくりしてた、さっき。甘めギャルいいね。次の話からしようしよう。やっぱね、みんなそれぞれね、メイクのこだわりあっていい感じ、楽しいよね。メイクとかさ、こだわりあった方が楽しいよね。何事にもなんかこだわりあった方が楽しいよね。キーちゃん元気ですか？キーちゃん元気です。パシフィコでリアルやるんですね。リアルお話し会ですか？楽しみ。どんな感じ？リアルだけどどんな感じ？この以上合同個別お話し会なんこれって言われてるなんこれってあれだよね、個別お話会じゃなくて個別撮影会とかで実際にお会いした方とかいるけど、リアルお話し会はね初めてだよね。やっぱ筋肉痛ではなんか痛い、体がなんか筋肉痛になるとさ、いつまでも寝れる。もうてかもう何十時間も寝れる。名前見た目で顔が赤くなるわ。かわいいん、かわいい、かわいすぎる
で、まゆみもね、緊張する。そういえば個別撮影会行きます。おお、もう出てるんですね、個別撮影会の当たったよ、当選。個別撮影会ってさ、あれ何時からの人か分かりますか？何時から撮影の人ですかね、個別撮影会。サイン会が前日にあるよね、21にあるよね。声けなか、安心してください、外れました。あら、ごめん、知らない。1日2公演、体力ね、体力結構ね。10時55分、何時からだろう。じゃあまあちょっと、なんだろうな、どのぐらい、15時半とかからとか。ね、何時からだろうっていうのが気になってて。眠り姫か。眠り姫は可愛いね。そう、なんかほんと寝れる。何時間でも寝れる。言うて10名でしょ。あ、そうなの。今お仕事抱えてきて間に合った。お仕事お疲れ、尊い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 とか、ありがとうね、本当に。全然尊くないよ、ありがとう。その個別撮影会のさ、その当選の基準は何だろうね。狭き門や。お渡し会楽しみすぎてね。あ、そう、お渡し会も楽しいよね。お渡し会も話せるので楽しい。撮影会も楽しいですけど、いつかこさと行きたい、行きたい。めっちゃ優しいって有名です。どこの情報ですか。基準今度話します、待ってます。当たらないよ、当たらない。冬から社会人だから、こさつ言って忘れる子からなくて、マジ今回出なかったね。でもまたね、次あるかな、分かんないけど。レノンちゃんの声が響く。そう、めっちゃレノンが隣だったから声がめっちゃ聞こえてきて、レノンの面白かった。バリスタがそう、あゆみ優しい。私会であゆみちゃんの初対面できる、楽しみすぎて。楽しみ始めましてですね。じゃああゆみはね、優しいか、なんかどうだろう。でも第一印象怖そう。顔がさ、なんかすごいさ、垂れ目とかだったらさあれだけどさ、ちょっとつってるからさ、耳の目ってちょっと怖そう、怒ってるように見えるかも。ビーン、優しい。それがいいんだよ、うん、それがいいのか、なるほどね。めちゃめちゃ優しかったよ。
でも話してみたら意外となんか話しやすかったみたいなことはよく言われた、言われる。ティンマンさんタコありがとう。天使ちゃん全然怒ってる、見ない、ありがとう。リアルお話し会なら私会も10枚分ぐらい目の前で話せる。そうだよね、結構話せるよね。それがおすすめ。集中的になった本当に。ブラボーブラボー。みんな最近何してる？疲れ様です。メルちゃんペライタリッとくっちゃにしてる。みんなね、やっぱね、そうやってねダラダラと してる感じも、お仕事とかもねたくさんありますよね。研究してます。何の研究かな。この前成人式だったおめでとうございます。在宅ワークしながらずる休み。もう在宅ワーク最高最高。どのぐらい稼げるの。仕事休みしてる。うん、基本仕事です。ですよね。あゆみちゃん久しぶりだ、かわいい。久しぶり。そう、ショールーム本当久しぶりにできました。嬉しい。特別公演のこともねこうやって話せるし。食品成分のこと聞き、そこかっこいい、かっこいい、難しそうだけどかっこいいね。あんちゃんのショールーム楽しくて大好き。本当に本当に嬉しい。なんか眠くなるって言われるあ、さえたんありがとう。タワーありがとう、ありがとうございます。嬉しい。パチパチ。ありたわ。めっちゃ略してる。ありたわ。ありがとうございます。本当に。嬉しい。癒やしボイス。なんかおもろい。本当にね、ありがとう、ギフト。本当に嬉しい。本当に本当に本当に嬉しい。相変わらず可愛くて何やってよ。おこじょん、おこじょん。今日何時までやるんか決めてないな。そうだな、何時からしてるっけ。こんばんは。今日お昼に一人鍋しました。お、いいですね。鍋美味しいよね。鍋って太らないよね。6時5分からしてるのか。
何鍋が好き？赤から鍋とかキムチ鍋とか美味しいよね。鍋いいよね。やばい、全身筋肉痛だ。やばい、朝起きてさ、すごい体が重い。重いとさ、いつまでも寝れる。筋肉痛、なんかもう全身むくんでる感じだ。辛いの、そう、辛いの好き。辛いの好き、お酒強くないですよ、本当に。辛いの好きだとお酒強くなる。筋トレしてますか？筋トレ最近してません。なんか筋トレというかストレッチとかするの好きです。もつ鍋も美味しいよね。年取ると2日間出る。なんかさ、なんかいつもさ筋肉痛するとさ、それをなんか言うよね、みんな。なんか若いからその次の日にすぐ筋肉痛になるんだよみたいな。チラッチラッとチラッとライブ後はたったら、そうだね、女の子筋トレ体幹と一緒に筋トレしたらすごい筋肉つきそうじゃない？ムキムキになっちゃいそう。鍋食べたくなる。鍋いいね、ほかほか温まる。近くに出ます。腹筋バキバキな意味みたい。かっこいいよね、かっこいいよね。そりゃかっこいいけど、ムキムキマン、ムキムキ。うのライブ飲んどりはすごそう。すごそうだよね。どのぐらい、どのぐらい、なんか、うん、でもなんかやっぱダンスってさ、体力だけじゃなく頭も使うじゃん。立ち位置こっち行ってとか、こういう振りをしてとかさ、すごそうだね。たいたいさんありがとうございます。ハートありがとうございます。顔小さい、大きいよ。そうだ、脳も疲れるよね。アイドル長く続けると筋肉つく、つく気する。なんかライブ経験だよね、やっぱ経験積むとさ、すごい体力つきそう。あ、真夏の奇跡さん、セッキーありがとう。ピッパフェタワー、今日パフェ多め、それな。パフェタワーありがとう。パフェ、パフェなんだっけ、なんかパフェイワシ、なんか、なんか流行った音源なかったっけ、 TikTok かなんかで。ありがとう、嬉しい。パフェ、パフェタワー、そう、土屋さんのやつ、なんだっけあれ。ありがとうございます。パフェ食べな、パフェ食べたい。パフェイワシ。パフェイワシ、ありがとうございます、嬉しい。本当にタワー、ありがとう、たくさん。本当にね、もう助かるよ。パフェイワシ懐かしい。懐かしいよね。パフェは太る。パフェ好きだよ、パフェ大好き。夏、懐かしい、嬉しい。ピンクの可愛いパフェ、お腹空いたね、ちょっとお腹空いちゃった。パフェテロ、スルメ、スルメね、最近スルメ食べれてないね。スルメはね、次の日に
お仕事がない時とかに食べるといい。丸ごとスルメが今好きなんだけど、やっぱピリ辛だからさ、味がむくむのね次の日だから。次の日お仕事がない時にスルメをもぐもぐと。そのスルメにもすごいこだわりがあってなんかこう硬いスルメはなんかその食べにくいというか、なんか硬いスルメをね一気に勢いよく食べちゃって喉やられたことある喉痛くなって赤くなって腫れたことあるから、なんか薄っぺらい丸ごとスルメ、ピリ辛味が好きだね。箱買いはもうして、今もう箱買いは最近できてませんね。箱買いしたいな。みんな買ってスルメ買って。なんかスルメを食べると、ピリ辛スルメを食べると健康って。スルメなんか知ってる？スルメ食べるとさ、もう疲れが取れるよね。海産物、そうだね、シーフード系好き、最高です。スルメ美味しい。最近食べてないな、食べたい。ほんまか、ほんまやで。そうそう、やっぱスルメ買う時もねこう袋こう触って硬くないか、こうなるべくこう触った感じこう柔らかそうなやつを買ってる。ピリ辛スルメ知り合いの会社だと、わーください箱ごとください。スルメ食べたくなってきた。海産物好きとか絶対日本酒好きになる。本当に。でもね、なんかジュース系飲まないのね。だからそうでもないんじゃないかと思っておる。お疲れ様です。お疲れ様です。でも生ハムとかも美味しいよね。これに似てる本当にそれめっちゃ可愛い。なんか嬉しい。なんかそういうの似てるっていうの嬉しい。そんなね顔文字そんな可愛くないよ。生もね美味しいよね。生ハムいいね。頑張ってるあみちゃんにミスドの新作アンジャーシェフのガトーショコラドーナツ差し入れしたい。くださいください。美味しいね、生も美味しいね。美味しい美味しい。お寿司ね、この前一人でお寿司来ましたよ。カウンターに座って
もぐもぐと一人でお寿司に。美味しいよねお寿司、すごーい。棒読み棒読み、一人で。そう、やっぱり結構なんか結構その時お腹空いてたけど、13枚ぐらいが結構限界というか。キイちゃん暴れてるね。キイちゃんおはようさん。え、なんのネタが好き？普通に、でも普通にエビとか普通なんだけど、本当にとかタコとかイカとか美味しいよね。13万円、何？13万円くれるのかい？あ、そんな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 ね、そんな本当にね、お金ね持ってませんよ、そんな本当に。13枚、そうそう13枚、そう13枚食べてそうそう、本当さ、普通にさ、やっぱ生活してるだけでさ、お金ってさ結構減るじゃんね。お金を貯金して貯めて、貯めないとね。お金持ってるでしょ。全然全然だよ、本当に本当に。手が小さい、手なんかね小さいかも。気になるんでしょ。そうでもね、まあ、めっちゃね物欲あるわけじゃなくて、本当になんか食欲もそこまでないんだけど、普通にさ生活してたらさ、お金ってさ結構なくなるやん。そうそう、だから本当にそうそう、大切にお金を使っていこうと思って。わかるね、普通に生活してるだけでさ、現実的愛現実的な話ばっかしちゃってるけど大丈夫かな。でもさ、ショールームとかさ、そういう話になっちゃうよね結局。前に欲しいものすべて手に入れた的なことそうだね、手に入れたんだけど、欲しいものは全て手に入ってるけど、まあ普通にこうまあそうだね、貯金大事っていう話ですよね。真っ白さんありがとう。だるま、1万円だと使うのためなわけ、崩れると気づくのかなって。そうだよね、お昼ご飯とかコンビニで、そうコンビニさちょっとね、そうだね、お金なくなるよね。てかなんかさ、貯金してそのお金が貯まっているのを見るとすごい安心するタイプで、なんかお金がさ、まあなんだろう、このぐらいはなんか貯めといて、そこからちょこちょこ使って、でもそのキープしてるみたいな、ここはみたいな、そういうやり方をしたいから
スーパーしか勝たん。多分そのお金が貯まっていくのがなんか見るのが好きなのかな。早く雲の上の人やなんて。雲の上の人ね、みんなそうやってね、お金を、ね、大切に使っていこう。入場グッズ以外はカモン。自炊してたら止まってね、自炊したら止まるよね。そうね、大事大事。ラブピース、ラブピース。かわいい。ありがとう、ギフト、かわいいギフト。なんかいつもと雰囲気違う、本当に。もやし生活、納豆生活。マイミンの書き留め欲しいに書きましたね。あれって最終的にどこに行くんだろうね。納豆食べる、納豆好きだよ。いっぱいこうこう混ぜて食べると美味しいよね。書き留めは抽選なんだ。抽選なんだ。あ、プレゼント。あ、そうなんだね。ファンクのプレゼント。納豆苦手って方もいるよね。得意料理、なんかね、身の料理はすごいなんか雑男飯みたいな感じになっちゃうんだけど、こうファファファって感じでいつもね料理してますね。忘れて応募できず、あららら、あららららら、
れだけは任せてください。キーちゃんの方が食事豪華だったし、キーちゃんぼーっとしておる。キーちゃんかわいいよね。キーちゃんは世界一。キーちゃんぼーっとしておる。4月30日にパシフィコ横浜にて行こうの25号特別話し会開催されるみたいで、そうですね、そうです。皆さんぜひリアルお話し会しましょうね。キーちゃんまだね起きてるよ。楽しみ。どんな感じでもあの握手はないってことだよね。なんか噛んだんだけど握手あるのかな。マイクとスピーカーがらしい。マイクとスピーカーで話す感じ。好きを伝えに来ました。大好きだよ。本当にありがとうね。大好きだよ。ミーツーだよ。どうなんだろう、全くわからない。どんな感じなのかわかんないんですけど、楽しみだね。糸電話でいいや。ね、どんな感じか、ワクワク。でもそのスピーカーとマイクってめっちゃ響き渡る系、会話がね響き渡る系かな。プライバシー。対面会すぎて緊張もしてしまった。絶対出たいよ。絶対来てほしいよ。会いたいよ。そう、対面緊張するよね。どんな感じに相手の方の合図に自分が映ってるか、ちょっと緊張する。あいちゃんの返すに圧倒されてリアルお話話さないとんだ、どうしよう、直視できないかも。で実際あって、あ全然なんかそうでもないなみたいな意味ってなったら悲しいよ。30メートルくらい離れてたら面白いね。それはそれで、
そう、そうでもないな、あみちゃん、あれなんか思ってたんと違うってなったら悲しいね。絶対行きますね。そろそろ女の話も行きます。まだ見たと諦めしてないしてないそうだね、こう対面でね、諦めしたいよね。思ってたより細い。わら。そうか。ほんと一番さ、顔にね、肉、お肉がいくよ、あいみや。リアルだと音楽天井、突き抜けちゃう。顔小さい、ちょうどいい、嬉しい、ウエストキュッて嬉しい。そんなね、パフォーマンスかっこよかった、かっこよくパフォーマンスしたい。思い続けていられない、抱きしめる強い未来、そんな些細なライナかわいい。あちゃん、やっほーやっほー、だるまありがとうございます。レンの入り口にキちゃん置いとこうかな。キちゃんすぐみんなの肩に行くと思う。肩に止まって肩に止まっちゃうよ。あ、あちゃんヤッホーってアリスが来てんの。あ、そういうこと、あゆみのことかと思ったアリス来てるの。ヤッホーヤッホー、アリスみんなのところに行くからな。アリスどこにいる、どこ、アリスなんか愛ちゃんのとことか行ったりしてるよね。かわいいよね、みんなね、いろんなとこに行って。あれさ、DD、だん、ん ?80 位ぐらいね。これ動かしてみようか。80位ぐらい。いるんだ。歩みには見えないか。
に面白い。アバターでね、可愛いよね。自分のアバターって変えていいんだっけ。いいね、いいね、いいね。アリスね、楽しみだね、いろいろね、楽しみ。耳のボタンも変えてないな、初期のやつ、ノーマル。ノーマルです。一生懸命星投げられちゃう、かわいいね、ありがとうね星。試験です、初めまして。初期の女の子かな、女の子かな、そうだね、女の子だね。このぐらいの髪の長さの茶髪の女の子。昨日特別会お疲れ様でした、お疲れ様でした、本当にありがとうございます。楽しいね、最高。あ、そう、夜公演終わってね、マイティと一緒にあれしたね、影なり一緒にしましたね。聞こえてましたか、ね、課題頑張れください、課題頑張れ、頑張れ。あれね、あれさ、影慣れ夜公演の来てくださった方は分かるかもしれない。公演終わって毎日一緒にありがとうございましたって、影慣れテンション高かった。嘘。そのね、アドレナリンめちゃめちゃわーっと。マイティ呼びのファン。ね、マイティめっちゃよくない、しっくりくる、マイマイだよね。昨日楽屋でなんかそのカメラアプリのねエフェクトでね、アリスとなんかレノンとかとちょっと遊んだんだけど、おもろかった。エフェクト面白いよね。顔交換は昨日できてないんだけど、違う、エフェクトでね遊んだ、楽しかったですね。顔交換したいね、そろそろまた。顔交換めっちゃ楽しいよね。顔交換最高。げっそりするのある、なんかいろんなのあるよね。ね、いろんなカメラ、自撮りアプリとか。めっちゃ笑ってたよ、みんな。ネノンとアリス。楽しい。やっぱそういうのね、楽しい。なんかそういうのさ、ツイッターとかであげれたらいいけどね。でも、惹かれるかもな。みんなに。ドン引きされちゃうかも。壇上に上がれん、上がってみなさい。お仕事終わって帰ってきました、お帰りなさい。中身めちゃめちゃお腹がグーグー言ってる。7時32分ありがとう。あゆみのねスマホで撮ったからね、あゆみが写真持ってる。アリスとレノ持ってないわ。
お腹すいた。グーグー言ってるんですけど。ご飯食べてきた。いいね、ご飯食べたいよ。ではそろそろ。そろそろ尽くしタイムしましょう。グーグーがもグーグー。何食べるか決めてないな。なんか食べる。ライオン。あ、スクショタイムしましょう。スクショタイム。スクショタイム。ハートください。ハート。シナモン。奥さんめっちゃ可愛い。ありがとう。こんな感じかな。こんな感じ。メルさんありがとう。お疲れ様です。お疲れ。おりちゃん最高、ありがとう。本当に嬉しい。最高。キラ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 。本当にありがとうね、嬉しい。星空投げてない。星すら投げてない。お星さんも嬉しい。本当にギョーザ食べない。ギョーザいいね。そうだね。なんだっけ、パフェ食べていい。パフェ。なんだっけな。あ、そう、たくさんね、いろいろね、公式ツイッターから発表されましたので、チェックよろしくお願いします。はい、次にイベント、一番近いイベントは サイン会と個別撮影会と私会、小札と私会なので、楽しみ、本当に楽しみ。
もう1月はお渡し会じゃない、お話し会ないのか。そうだ、ないんだね。で、2月に話し会、2月の11日がお話し会かね。結構空いちゃいますけど、2月ライブもあるね。そうだね、そうだね、そんな感じですね。そんな感じで、来られる方は待ってます。最後にツイッターフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。決まりに行く前にやめるのが意味っぽい。本当。でも今日もね、ショールームこうやってね、できた特別公演の話もたくさんできて楽しかったです。よかった。ちょっと久々のショールームだったのでね、こうやってできて嬉しかった。ありがとう、たくさんの方来てくれて本当に嬉しい。ギフトもたくさんありがとうございます。本当に感謝。最後にフォローよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、こちらこそ。またね、またね。ツイッターもフォローよろしくお願いします。ではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。あ、待って、ダンちゃん、ちょっと待って。そうだった、そうだった、すみません、もう終わろうとしてた。ごめんなさい。じゃあランキング見ます。すみません、ちょっとね。13位、おこなぶりちさん、プチ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 。おい。12位、みゆちゃん、プチ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 。11位、ティムマンさん、プチ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 。10位、メルさん、プチ。9位、そしてアトマックエビミンさん、プチ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 。8位、マコトさん、プチ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 。7位、オリちゃん、プチ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 。6位、奥さん、プチプチプチ。5位、リュウさん、プチ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 。4位、ゴーチャレモンさん、プチ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 。3位、サイタン、プチプチプチ。2位、真夏の奇跡アトマックセッキーさん、プチプチ。1位はドゥルルルルドゥルン。ゆずきちさんです。パチパチパチ。みんな教えてくれてありがとうね。本当にありがとうございます。あの、すいません、でも言えてよかった、ね、このままブチッと切っちゃってたらね、あれなのでね。ご飯が待ってね。そうだね、ね、今日もね、皆さんね、まあ、もう1万人超えて本当にありがとうございます。あの、ゆっくりみんなも休めるときに休んでね、ください。今日ありがとう、ありがとう、すごい楽しかった、ありがとうね。マヤポミグナイ、バヨバヨ。バイバイ、本当にありがとうございました。グッナイ。